本日の企画はこちら、スポーツを学ぼう。はい、こちらは苦手分野であるミサオの苦手分野スポーツの知識をクイズ形式で学んでいこうという企画でございます。前回は幼稚園児でもわかるレベルの問題って言われてるやつを解けました。解けたんです。まあ、今回はどんな問題なんでしょうか。いや、絶対正解しよう。頑張ります。それでは早速行きましょう。問題です。はーい、剣道で使う竹の刀のことを何という。しないだよ。いやー、馬鹿にされてる気がする。次の問題。サッカーでゴールを守るポジションを何という。ゴールキーパー。はい、次の問題。あ、もうこれは簡単すぎる。はい、ピンポンと呼ばれるスポーツは何。卓球。おー、次の問題。バドミントンではボールではなく何を打つ。シャトル。次の問題。絶対バカにされてる。水泳で仰向けの体勢になる泳ぎ方は何という。仰向けってどっちですか。こっちですか、こっちですか、こっちですか、こっちですか。仰向け、仰向けってこっち、顔が上、仰向け、背泳ぎ。あー、次の問題。はい、競馬で馬に乗る人のことを何という。武豊さん。万馬券。ちょっとわかん、競馬、武豊選手、騎手。おー、次の問題。バスケットボールで、ボールを直接ゴールに叩き込むのは何シュート。ダンクシュート。おー、はい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 。日本のプロサッカーリーグといえば何リーグ。J リーグ。お、ジャパンの意味かな、 J は。次の問題。野球でピッチャーの球を打つ人のことを何という。バッター。絶対バカにしてるでしょ、これ動画。次の問題。ボクシングなどで使われる KO って何の略。ノックアウト。次の問題。アメフトの正式名称は何でしょう。アメリカンフットボール。次の問題。バレーボールでチームとチームの間に貼られているものは何。ネット。ゴルフをする人について、荷物を運んだりする人のことを何という。キャディーさん。なる早くないですか、心なしか。はい、格闘技で赤コーナーから登場するのは王者、青コーナーから登場するのは挑戦者。マジですか、待ってた。競輪は何が、あ、人が何に乗って行うスポーツ。自転車。次の問題。相撲で土俵に立って力士の勝敗を判定する人は何という。え、審判。これでしょ、さっき。おー、よかった。トントコトントコトントコって。市内じゃなくてね、指揮者じゃなくてね。うーん、ヒント、ヒント、ヒントください。なんて人だろう、こういう人でしょ、こういう人。和服を着て、え、儀から始まる。議長さん。議員の、議員のお父さん。これわかんない。玉座。行事。次の問題。マラソンのコースの途中にある水を補給できる場所の名前は。バナナとかもらえるところですよね。もらえませんか。補水所、補給所、休憩ポイント、リフレッシュポイント。水補給、ウォーターポイント。わかんない。水補給、優しさ、オアシス。オアシスでしょ。そんな、またまた、わかんないです。給水所、そのまま。嘘。次の問題。サーフィンをする人が乗る板のことを何と言うでしょう。サーフボード。絶対。次の問題。早い。スケートをする氷の張った場所のことを何と言うでしょう。スケートリンク。次の問題。スキー場で上の方に登るための乗り物を何と言う。リフト。次の問題。作業着。ボーリングでピンを一度に全部倒すことを何と言う。ストライク。
に問題もなくなっちゃったと。いや、正解が多いのは嬉しいんですけど、ちょっと、何ですかこのレベルは。どういう意味ですか？何ですか、言わればいいって流れにしないで。いや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 。いや、何問か、9を、でした。違うな。窮所に陥ったことがあるけれども、ちょっと違うな言葉が。なんか困ったことがあったんですが、なんとか乗り切れました。でもちょっと、ちょっと問題がバカにしすぎでしょ？もう、3センチぐらいレベル上げてよ。もう以上、スポーツを学ぼうでした。ねえ、あとミサをバカにしすぎです、スタッフの皆さん。なんだありゃ、どうしたい。ねえ、作業芸って言ってたじゃん。作業芸ってお前言われちゃってたじゃねえかよ。ねえ、途中の給水所のやつもお前優しさで落ちてただろ。優しさって言った後ブブーって押してやるよ、あのオアシスって。まあオアシスも面白みだったけど、優しさの方が落ちてたよね。あと行事の下りもヒントちょうだいって言ったのに全然出さずに、しばらく置いてからギがつく。それ最初に言ったら何もないところでなんかボケれないんだから、もう最初にギがつくって言った瞬間にいくつかいいボケ挟ん。もうミサは全然悪くないですよ。ミサは全然悪くないぞ。頑張れ、言ってるかお前、頑張ってる。なんだあれ、サーフィンするときに乗る板なんでしょう、サーフボードピンポンだって、なんだあれ。まあもうそう、まあそういうやつなのかね、それ簡単なやつをやるやつなのかね、よくわかんないですけどもね。あれなんか俺台本に風呂って書いたらこれ何。あ、俺はレイちゃんと風呂に入りたいんだ。そうだ、俺レイちゃんと風呂に入りたいことが思い余って俺台本に書いたんだ。そうだそうだそうだ、リアルワンセルフ挟んでもちゃんと忘れないようにと思ってあの日書いたんだ。本当はもう堀氏が言ったら掘ってもらおうと思ったぐらいだったんだね。ノートに触れました。